じゃあここでテニス部ですよね。何かご用ですか？主催？テニス部に？全国メディアデビュー！うるさいマリモ。コーナー新聞で各部活を取材しているのですが、皆さんはいつも通りで。コーナーいつも通りに。いや違うだろ。うちのケーキ屋におろして。どこがテニス部の紹介なんですか？え、マリモちゃんはメイク中よ。メイク？お待たせ。なんで歌舞伎？すっぴん写真が出ると CIA に捕まってまうんや。今度は何したんですか？ CIA から逃走中っと。ナノビモルだ。じゃあ皆さんのプレイを。わーりゃー。お上手ですね。でどうやんだっけ？ゲームじゃなくてリアルでやってください。確かに。よっしゃ着替えるぞ。うん。はオッケー。ほな行くでいい。もしかして昔のこれ？ボケが分かりにくすぎです。大体いつもこんな感じですわ。じゃあ次は大会の成績とか。大会なんて出たことあるんですか？うちの部あるよ。あら、何そのでかいトロフィー。全国で優勝した時のだよ。全国大会？いや、さすがに全国大会はないやろ。あ、そうだっけ。なら何のトロフィーですかそれ？じゃあこれ私がオスカー取った時の。アカデミー賞取ったことあるんですか？うん、お肌に優しいコスメ部門で。いいか。楽しそうでいいですね、テニス部の皆さんは。やっぱ生で見た方がええやろ、テニスは。テニスやってねえし。せや、近藤さんも一緒にやってかへん？うん、実際にやってみた方が面白いよ。でも私道具とかないので。かまへんかまへん、うちのラケット貸してるから。ロケットコントローラーです、それは。こうして近藤さんはひとしきりテニスを体験して帰ってきました。で、新聞ができました。なんじゃこりゃ。やっぱマスコミはうかつに信用したらあかんな。あながち間違った記事でもないですけどね。続く。